はい、皆さんこんばんは。3月6日月曜日ですね、645回のしゃべくりマッシュルの時間がやってまいりました。今日のマッシュルですね、朝から本当にいい暖かいっていうかね、やっぱり春らしくなってきましたですね。やっぱそんな気候になってきまして、まあ、3月5日の木曜日にですね、まあ、増壇神社で流しビナーを行いましたね。まあ大勢の方がおいでいただいてですね、賑やかに盛大にできたっていう形でちょっとお話聞きました。はい、マッスルテレビのところにもですね、YouTube で上がってると思いますんでね、ぜひ見ていただければありがたいなというふうに思います。さて、今日のゲストをご紹介いたしますけれども、令和4年度ですね、国土交通省主催のですね、手作りふるさと賞、これは受賞しまして、認定証をね、ちょっといただいたという形でですね、夢空間 NPO 法人夢空間、マッスルの町と心を育てる会ですね、理事長であります加山厚美さん、はい、それとよろしくお願いします。はい、します。それとですね、幹事で小俣光弘さんのお二人をお迎えして、こうお話ししたいと思います。小俣さんもよろしくお願いします。さてさてですね、まずは手作り賞の受賞、まあ、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、これ受賞されてますけども、加山さん、あれですね、受賞のあれを聞いて、今の気持ちってどんなあれでしょうかね。そうですね、ちょうど会が発足して20年経ったわけですけども、はい、まあ、非常に地道な取り組みをやってきた中で、はい、国の国土交通省の方でもって評価していただいたということで大変嬉しく思いますし、またこれからも頑張っていかなきゃいけないなと、そんな思いでいっぱいですね。小松さん、いかがですか。私退職してから、マッスルで、してから会に入会しまして、もう20何年になっちゃいますから、本当にこの会に入ってね、よかったなと思いますね。なるほどね。はい、まあ、地道な活動がね、こういった報われて、非常に嬉しいですね。なるほどね。はい、ありがとうございます。あとこれも手作り賞受賞記念発表会っていうので、なんかお二人でね、行かれたんですけど、どうですか、雰囲気は、加山さん。そうですね、東京の方行って、各地区からですね、17団体が全国で表彰されたわけですけれども、やっぱり各地区で素晴らしい取り組みをしているのを見まして、いい刺激を受けてきました。なるほどね。はい。小松さん、いかがですかね。かっこよくこうやって、はい、これ、他のね、グループに負けられないなと、もっともっとやらなきゃいけないなという気持ちになりましたね。あ、なるほどね。はい。やっぱり刺激はありましたですね、そうしたね。なるほどね。さて、夢空間代理としてもこういう何ですかね、今までの国土交通省へね、申請した時のものをちょっとやっていただいたんですけども、これは認定証伝達式までっていう形で、まあ、今回の応募案件っていうのも加山さんの感じですかね。そうですね、これは歴史的な文化遺産を生かした地域振興とまちづくりということで、まあ、住民主体のまちづくりということを取り組んだよということを報告させていただいて、でそのことがまあ評価されたということなんですね。はい、なるほど。まあ、夢空間とすればあれなんですかね、この定款にも結局こういうのは載せるみたいな形なんですね。そうですね、歴史的な文化遺産というのは町をたくさんあるんですけども、はいはい、やっぱりこう埋もれてしまっている、なかなかそのたくさんあるがために逆に言うとなかなか光っていかないという、そういった課題があったんで、それをこう住民自身が一つ一つ掘り起こして、こう磨き上げて全国に発信していくという積み上げをしてきたということだと思いますね。はい、はい、まあ、活動背景みたいなそういう形ですね。まあ、活動概要みたいなのもこういう形でね、いろいろと街歩きやったりとか、いろんな街歩きセンターの開設もあったりとか、いろんなことがやっぱり含めての話っていう形で、まあ、そうですね。はい、さあ、これが長野市、今度はこれを受け取りに行ったってことになるんですけど、今度そうですね、長野市で市長室というんですかね、応接室に来ていただいて、なるほどね、国土交通省から認定証をいただいたということですよね。はい、まあ、これ一番この向かって左側、この方、背の高い方ですけども、
国土交通省関東地方整備局企画部長の小林健太郎さんという方においでになってね、はい、そこから受け取った。でこちらはご存知のかっこいいですけども長野市長の荻原健二さんなんですけどね、まあ結構こうやって並んでみると皆さん様になりますよ、ありがとう本当にいいなと思います。はい、これが手作り郷土賞の一般部門っていう形で、こういうこれがね、ふるさと賞っていう、ふるさと賞ですね、そうですね、なんかちょっと郷土賞って言っちゃいますけど、手作りでふるさとを作ったという賞だということのようです、うん、はい、これクリスタルですね、うん、うん、国土交通省で斉藤哲夫さんからいただいたんだよ、これはあの国土交通省の大臣ですね、大臣ですね、はい、はい、これが認定賞です、はい、はい、これもまたね大変です。まあその他に夢空間とすればこういうあのあれですね、総務大臣増田さんっていう方ですかね、平成19年だって書いていただきましたね、はい、はい、それとまあ、 あの県の方からもいただいたり、はい、あとはこれ西村さんっていうかね、田村まちづくり賞平成29年ですね、これも同じですね、長野市松代町の歴史を生かした地域住民主体のまちづくり、やっぱりこれもやっぱり同じですね。そうですね、これは自治体学会というところからいただいた賞ですかね、はい、はい、まあ、そうですね、まあ、こういったものも受けてますっていう形で、その中で、ね、20周年記念誌というのも発行されたという形になります。でこの中でも、ですね、まあ、夢空間の20周年記念誌の中でこれからちょっとお話しいただくのは、うん、今までの取り組みみたいな形ですね、画像を見ながらちょっとお二人にお話伺えばいいかなというふうに思います。はい、わかりました、はいはい、さて、これもそうですけどもね、ちょっと大きくしまして、今までのお話をこれからします。はい、こういう形ですけども、今城下町松代という形、松代インターができましたという形ですけども、その後っていかがですか、まずインターできたと。そうですね、インターができたということは、うん、松代にとっては非常に大きなあのチャンスと、はい、いうことで、それまでは陸の孤島のような感じの存在地域だったんですね、うん、やはりあの高速インターができたっていうことによって世界や、まあ、全国につながってくるわけですので、うん、そこから人を呼び込むというチャンスかなということで、はい、このチャンスを逃してはならないというところから街づくりが出発していくということだと思います。街、ね、はい、はい、づくりの原動力になったのは住民の声だったという形ですけど、うん、やっぱりそういうあれですね、自分たちの街の中ではやっぱりみんなで話して盛り上げるみたいな形は必要ということですか。そうですね、あの松代は長野市に合併してしまっているので、はいはい、やはりあの行政任せだとですね、うん、松代は良くならないということで、うん、やっぱり住民があの自ら主体的に町を良くするための取り組みをしていくということが非常に大事だったというふうに、うん、そんな声がどんどん上がってきたんじゃないかなというふうに思いますね、はい、こういう形で皆さんワークショップ開いたり勉強会みたいなこともこういうこともやらなきゃやってきたということですね、この今までにね。そうですね、やっぱあの住民の声を吸い上げるというかまとめ上げていくためには、うんうん、みんながこう意見を自由に言い合えるということがとっても大事で、はい、まあ、そのためにはワークショップ的な形のですね、話し合いというものが非常に重要になってくる、ええ、みんな初めて会ったような人ばっかなんですね、うん、お互いまあどっかで知ってるんかもしれないけ ど、うん、どそこからこう出てきた意見をどうやって一つの形にしていくかというのが、うん、あの NPO 夢空間の実際の活動につながっていったと思いますね、はい、まあ、これも見て発足当時は本当に加山さんのところのなんか一角を借りてなんか事務所としてスタートしたって書いてあり、そうですね、うん、はい、まあ、そういったものやっぱり事務所的な拠点があるっていうのは絶対必要なんですね。あの人が集まってくる場所がないと、うん、なかなかそのお互いの意見交換もできないし、うん、そしてまたあのお互いのこの意思疎通っていうのは難しいですよね、うん、まあ、こういう時代の中では、そうだね、ますます難しくなってきましたね、はい、はい、夢空間のこれが一応発足っていう、さて真っ白はダメだから真っ白は素晴らしいよっていうのを転換するっていう形で話がありまして、これはね、当初やっぱりこう真っ白ダメだダメだっていう声がすごく多くてですね、
例えば小布施と比べて町は遅れてると、はい、行政がダメだとか会議所がダメだとかっていうふうにこう批判的な人が多かったですね、うん、ダメだっていう批判からですね、こう夢空間の活動を積み上げていく中で、うん、真っ白の素晴らしさっていうのを再発見、我々自身が再発見していく中で、うん、あ、真っ白ってすごい素晴らしいねというふうな、うん、あの声に変わっていくんです、うん、劇的に変わっていったと思いますね、うん、はい、オーチは随分広くやりましたね、うん、そうだね、うん、あ、なるほどね、はい、何回もやるね、何回もやる、はい、やっぱりこういうあの声で喋っちゃうと圧で、ま、負けちゃうって、こういうあれがいいですかね。これはね、やはりあの当時は声の大きな人の意見がバッと通っちゃって、うんうん、声の小さい人とかおとなしい人とか、うん、あんまり声が通らないでですね、うん、そういう人の意見を吸い上げられなかったんですけどね。でこれがあのワークショップっていう方式でやることによって、うん、そういう人たちの声もみんな拾い上げられたということはすごく大きな成果、うん、まあ本当に女性とも参加してくれることはないですけどね、はい、まあ、それを踏まえてあれですね、こじ巡りやったり街歩きなんていうのも結構こういうあれですけど、小原さんどうですかね、街歩きのこの武家屋敷もあったり、当初はもう随分そのワークショップのね、はい、あの結果をわきまえてね、いろいろ方向歩きましたね、うん、なるほどね、魅力ある町づくり、うん、まあ、それを町屋とか、はい、武家屋敷とか、はい、そういうのね随分歩きましたね、はい、なるほど、特に、はい、丸山先生といたんですけども、はい、その先生の指導によってね、うん、随分皆さん魅力を発見できたなと思いますね、はい、ここでよく見直されたんですね、うん、真っ白はね、うん、素晴らしいということね、やっぱり街歩き案内してこうやるってことは絶対必要ですわね、はい、そうですね、うん、これもなんか魅力に浸るなんて書いてあって、うん、初めてなんだ、ね、これ初めてのね、うん、あのお寺巡りなんてね、うん、100年来ちゃってこれもお庭拝見もあれですが同じような感じなんですかね。これ初めてのお庭拝見でね、うん、まあ、どういうあれでしたですか。当初はすごくいい応募がありましてね、うん、なるほど、あ、これもそうだ、これ、まあ、新聞なんですけど事前受付なんですね、あ、なるほどね、思ったよりすごい人数が集まりましてね、はいはいはい、受付も本当に大変でしたし、うん、あ、そうですか、はい、今度はこれも小路巡り、お寺さんいっぱいありますけど、ね、はい、まあ、若い人もこれね、あのあれですね、巡るっていうの、冊子を持って巡りましたよねっていうのですね、これはどういうあれでしょう。これはね、うん、あの真っ白とね、はい、あの仏教協会と、はい、真っ白高校の美術部と、うん、コラボしてましてね、なるほどね、真っ白に33カ所の、はい、ごめんを作りました、これは本当にね、はい、本当に生徒さんを協力していただきましたね、あ、なるほどね、ものすごく素晴らしい出来栄えでしたね、うん、はい、さんマイクのスイッチ、現在も、はい、このハンコをね、はい、スタンプを活用してまして非常に良かったなと、はい、なるほどね、はい、今もこれ活用はされてるですよね、まあ、小学校なんかのね、はい、あの年に1回は、はい、朱印帳を持って、巡ってます、巡ってくれますなるほど、ね、はい、今度ワークショップなんて、山寺定山ってそのワークショップを考えるなんていうのとご案内なんていうのこれ出てましたけど、やっぱりこれも同じなんですか。一番最初にね、はい、あの始めたワークショップで、うんうん、空き家の武家屋敷、どのくらいあるかなと言ったら、なるほど、結構あるんですね、なるほど、はい、それを目つけましてね、うん、まずは、はい、山寺さんということで、うん、注目をして、うん、みんなでワークショップやって、はい、どうしたら活用できるかというね、うん、利活用できるかというのを結構ワークショップで揉みましたね、なるほどね、はいはい、そしてあの、揉んだ結果をね、うん、市の方へ、うん、申請ね、うん、まあ、提案するみたいな、提案しましたね、うん、なるほどね、はい、でこういう綺麗なあれできたっていう形になりますね、大勢さんで今利用して、ね、うん、利用していただきまして、なるほど、ね、よかったなと思いますね、うん、これなんか話聞いたら口当てそうなとこだったって聞いてました、
これ日内家住宅も同じなんですか。これもやっぱり武家屋敷のあれで、朽ち果てそうなみたいになったんですか。空き家になっててね。あ、そうですか、はい、それを修復しましてね、うん、今は現在我々の夢空間が委託されて、はい、市から委託されまして、はい、運営しております。あ、なるほど、はいはい、寺町商館も同じですかね。これそうですね、うん、だいぶ非常にこう売り出すなっていう話が出ましてね、うん、もう大騒ぎしましたけど、なるほどね、後々をつくような感じで、はい、でもこれもあれですもんね、あの武家屋敷じゃなくて商売なんだもん ね昔は質屋さんと、うん、そういうことで聞いておりましたけど、そうですね、もう立派な商家をね、うん、壊すと、うん、売り出すということじゃ大変だということで、うん、なるほどなるほど、大勢さんがね、うん、あのいろいろと交渉に走り回った時代がありましたね、うんうん、でもこれもワークショップ開いてだけど食事もできるようなあれって現在食事ねやってて夢空間がね、管理、指定管理か指定管理、ね、してますもんね、はい、はい、これもだけの、まあ、ぜひ来てもらえればいい、そういった活動してよかったなと思いましたね、うんうん、なるほどね、はい、まあ、これ下ってあの寺町から下へ下ってくるとまあ十字路があるんですけど、まあこれも町路ね、町歩きセンターの拠点ということで、まあ町の中の拠点ということで、まああの今までとはちょっと違って動いて、これも12年ぐらい経ちますかね、外国さんね。そうですね、うん、やっぱあの人が集まる拠点っていうことが非常に大事な時代になってきてて、うん、やっぱ観光客の方々の寄り所っていうんですかね、はい、ここに来ればいろんな情報が得られると、うんうん、でまた地元の人たちもですねちょっと立ち寄ってみると、うん、まあ、いろんな人と出会えて、はい、そこからが輪が広がってくると、うん、まあ、真っ白テレビ局なんかまさしくその一つのね、うん、いい事例かなというふうに思うんですけど、うん、拠点がないとなかなかね、うん、お互いの活動もできないわけです、ね、これも昔はもうセブンイレブンで空き家だったところですね、はい、あ、そうですね、うん、そういったところでやっぱり街並みを形成するながらこういうね、はい、愛されるような色使いをしながら作ったり、まあ、こういう中でね、夢空間拠点ができれば、冊子もこれ20年以上経ってるけど、いろんな冊子ができたっていう形です。おばさんどうですか。随分作りましたね、うん、これあの、うん、真っ白に関係あるね、はい、歴史的なものを本にねまとめたわけですね、はいはい、なるほどね、はい、はい、今20種類ぐらいありますかね。もっとあるかもしれないですね、まあ、1年に1冊を作ってきたという、ね、うん、まあ、あとこういう真っ白学講座っていうのもちょっとね勉強会みたいなことをやって、これ、平成14年から始まって、うん、平成14年度から年に6回 ね、うん、そうですね、開催して、はい、特にあの真っ白の先人というようなことを中心にね、はい、講演会を開いたり、うん、特にあの真っ白の人がね、はい、あまりにも歴史知らないということで、うん、まあ真っ白全体の人がね、うん、大勢の人が、うん、知識人になろうというようなことでね、はい、観光客にも応えできるように、うん、いうようなことで勉強を始めましたね。なるほどね、はいはい、まあ、あとはこういうねマップもできてるので、こういうのをうまく活用したりね、うん、しながら街歩きもやったりとかってね、うん、やられてますよね。この辺の、街歩きマップというのは、うん、各地区、町の6地区あるかと思うんですけどね、うん、市町村とか、はい、昔の村だったとか、はい、まあ、かなりみんなで歩いて、うん、でそれをこう馬さんなんか中心になってルートをね、うん、歩くルートをきちっと作って、それをマップ化したと、うん、あるいは冊子化したという形の中で、うん、まあ、真っ白の楽しみ方がいろんな形で提案できてるかなと、うん、それを今あの街歩きの拠点として、うん、観光ってものが今街歩き観光ってものをねだんだんと浸透してきてますので、うん、まあ、そういったのに役立てていただければいいかなと思いますね、はい、まあ、これ最後になりますけども、まあ、今後の取り組みなんか、そういうお話があれば、加山さん、いかがですか。あ、そうですね、やっぱり、うん、積み上げてきたこの、ね、取り組みをですね、大事にしながらも、やっぱり次の世代に、やっぱ子供たちに、やはりこの真っ白の素晴らしさを伝えていきながらですね、はい、でそれを やはりあの世界に発信していくという中で、もっともっと真っ白が、まあ、元気になるような取り組みができればいいかなというふうに思いますね。はい、ありがとうございます。小松さん、いかがでしょう。特にね、うん、あのやっぱり真っ白の魅力というのをね、はい、発信するわけですけども、はい、真っ白に行ってみたいと、うん、それからまた来てみたいというのをね、はい、あの PR でね、はい、うん、もうこれでもかこれだかというPR をね、はい、ぜひやっていただいて、はい、大勢さん来
ていただけありがたいなと思っております、はい、なるほどね、わかりました。まあいずれにしても手作りふるさと賞をいただいたので、まあ頑張ってまたね、いろんな取り組みができればいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いします、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。有田さん、はい、素晴らしい、その、ね、全国的だね、これはね、こちらの方も全国的、そうね、全国的、あ、まあまあそうだね、いや、我々はまあまあいいとして、ね、うんうん、でも、私らも頑張らないといけない、うん、そうだね、うん、まあ、認定するまでね、そうですね、やはりね、手作りふるさとだとかね、素晴らしいやな、これは、うん、そうですね、まあ、本当にさっきもね、おっしゃったけども、本当に地道な努力の賜物ですよ、うん、これはね、はい、いや本当に脱帽ですね、はいはい、まあ、そんなところです、はいはい、ありがとうございました。はい、ありがとうございましたね、はい、本当にということで、うん、お知らせ、お知らせね、はい、またちょっとこれもあとね、もう時期ちょっともうちょっと引いてもらっていいですか。3月10日から13日までなんでね、ぜひお買い求めいただきたい。お玉屋、本当にね、素晴らしい、4億円ぐらいかけてます、ね、ああ、これだけの話で、うん、そうです。なのでね、ぜひね、見ていただきたい。もう私もね、行こうと思って、うん、宮坂さんもね、わかりました、ぜひね、お伺いしたいと思います、うん、もしかするとね、これで見させてくれないかもしれない。うん、なので、中をね、見させてもらえるっていう、今回はね、そういうあれがありますんでね、ぜひ、行っていただきたいなと思います。はい、これ前売り券が1800円で、マチュアセンターで売っておりますので、ね、ぜひご参加いただいて、はい、見ていただければいいかなというふうに思います。はい、はい、もう一つ、はい、先ほど言いましたけども、あそこ、何でしたっけ、ちょっと、うん、そうそう、真っ白でひな祭りやってます、はい、でね、いろんなイベントがね、日時が違いましてやってますので、まあ、これチラシを見ながらですね、まあ、いろんなところでチラシを置いてありますんでね、いろんな取り組みのところで参加いただければいいかな。で、取り組みのところで参加いただく場合はね、イコールド真っ白クラブへ、予約で、受け付けていただいてね、参加いただくような形になりますんでね、これずっと下の方へ持ってってもらうと、はい、イコールドのあれですね、電話番号なんかも多分載っているかなと思い、あ、ありました、ありました。こちらへね、予約受けてもらえ、予約でね、やっていただきたいんです。はい、ぜひね、これも参加していただいて、楽しみながらやっていただければいいかなというふうに思います。はい、はい、ぜひね、そんなことでお願いします。お願いします。あ、それとね、もう一つ、あ、はい、もう一つごめんね、これもあります。もうついでにどんどんとお話ししてしまいますね。はい、真っ白の春って、昨年のやつですけど、おー、うん、これもね、まあ、そうだ、写真展をね、やってます。だからこういうのをね、ちょっと日向家住宅でやってるんですよ。なので、こういうのを見て、また来年、これに、あ、今年だね、これから春になるので、桜も時期になる、ね、あんずもいい、だからこういう写真を見ながら、あ、こういう撮り方があるな、なるほど、自分も勉強してね、撮ってもらって、次回の
あの何ですか、コンクールに出す、コンクールに出すっていう、そういう準備をしてもらいたいなと思ってんの、はい、はい、参考にしてね、そういうことです、そういうことです、はい、ぜひお願いします、はい、さてさて続いて、はい、来週です、来週ですね、来週は何をやりますか、私なんですけども、実は先月ですかね、うん、豊坂の保育園の、ね、やりました、やりました。おいでいただいたんですけど、泥棒遊びやるって。そう。これ豊坂の小学校もそう。そう。豊坂小学校も泥棒遊びやるの？ドロ、あ、まあ、泥棒遊び。どういうの？いや、まあ、大自然の中のね、うん、活動っていうのは仮なんですけども、うんうん、やはりまあ、児童センター、児童館はですね、うん、やはり留守家庭ですね、お父さんお母さんが共が住みで、はい、うん、小学校から帰るんだけれども留守っていうようなことでね、はい、そのお母さんお父さんが帰ってくるまでお預かりするっていうところがこの施設なんですね、うんうん、だから、まあ、児童センター、それから児童館、まあ、プラザというようなことがあるんですけども、皆さんこのそちらの方でね、いろいろ、まあ、いろいろあるんですよ、用意、遊びからスポーツから読書から、うん、いろんなことをね、して、いろんなことやっていいんだ、安心安全でお預かりして、うん、お父さんお母さんに無事お返しするっていう施設なんですよ、うん、なるほど、そうなんですよ、じゃああれだね、お世話にしても大丈夫だよね、大丈夫、いや、いい、やっぱりね、いや、あまり近所にいないからね、あ、そうか、そうか、民家がないから、お寺しかないからね、うん、あそこは、なるほどね、でね、その、実はその、今回館長の原さんは、うん、塾の先生なんですよ。すごいね。そう、塾の先生なんてね、その本職、まあ、両方本職なんですけども、両方、いや、すいません、両方本職なんですけども、うんうんうん、その塾ではですね、うん、やはりその受験勉強とかですね、うん、そのいろいろな検定の勉強を教える、学力向上っていうところで、うん、まあ先生されてるんですけども、うん、それと今度は児童館は、うん、先ほど申し上げましたようにね、うん、安心安全、うん、自由に遊んで、うん、無事にお返しするっていうところがちょっとね、ちょっと違うんですよ、塾と児童館はね、だからね、うん、それ説明してくれるから、そうですね、児童館と、なんだっけ、塾と、あ、違う、塾じゃなくて児童館、児童センター、児童センターからプラザ、3つあるんです、3つあるの、ええ、だその役割ちょっとあれでね、それはね、説明してもらった方がいいな、まあ関係している人はいいけど、うん、私らみたいなの関係ない人はあんまりよくわからない、ね、いや簡単に言うとね、うん、児童センターっていうのは低学年、うん、でプラザが高学年、あ、そういうこと、それで両方1年生から6年生いるのが児童館っていう、うん、だからそれだけなんですよ要は児童館一つあってそう、その中に高学年と低学年がいるっていうふうにやればいいのか、そうそう、だから豊坂児童館は1年生から6年生までいるというだけなんですよ、はいはい、そういうことね、わかりました、そうなんですよ、だからあまり難しく考えちゃいけない、そうそう、難しく考えなくて、ね、了解了解、やはり安全安心ということはね、うん、全部同じだということなんですけど、わかりました、はい、そこら辺のこともね、うんうん、原さんにはいろいろお話しいただけるんじゃないかと、うん、このように思っておりますね、でも各地区によって違うもんね、そうですね、取り組みがね、ええ、若干ね、うん、基本的には長野市の子ども政策課の指示によって運営してるんで、うんうん、基本的な目標やり方は運営方法決まってるけど、ね、決まってるんですよ、うん、だけどもその地域性とかいろいろありますので、若干の違いは、うん、違いは出てくるね、だから特にね、その豊坂なんかは自然豊かな中でやってるから、うん、だってお猿さん近くも、そう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 、ね、すぐ目の前にお猿さんいるからね、まあ、そのお友達にはなれないけどね、そうそうそう、長野市の中心部に行けばね、お猿さん1個ねえからね、若干違いますね、そうそう、だからそういうところで引っ越してきても、でもね、豊坂なんか引っ越してくる若い人いるんだもんね、いるんですよ、ね、鶴田さんはじめね、そう、結構いらっしゃる、ね、いるんだからね、はい、やっぱりそういうあれは自然豊かなところだから、はい、そうなんですよ、うん、はい、じゃあそんなお話をしていただく、そうですね、そこら辺もね、お話しいただけると思います、了解でございます、じゃあ来週はそんなことで、はい、ということで、来週のしゃぶくり祭りをどうぞお楽しみに、はい、お願いします、松代はあなたの街、それそれそれくらい松代、また見てねー。